日本一ソフトウェアプレゼンツ。魔帝ボイドダークによる全魔界消滅の危機。この有史以来最大規模の魔界戦争が瞬く間に燃え広がり、そして一夜のうちに幕を閉じたという事実に、後世の歴史家たちは頭を悩ませることになる。ある者には勝者なき戦争、ある者には英雄なき戦争と評されたこの戦いの真実は、現在もなお謎に包まれている。我らロストの領地に攻め入るとは無謀な奴らだ。どこの魔界の連中かは知らんが、身の程を教えてやれ。全滅っす。なんですって？全滅なんて許しませんわよ。イワシ一匹で20時間労働の契約でしょ。根性でなんとかなさい。根性で。こんな過酷な戦いにイワシ一匹じゃ割に合わないっす。そもそも俺たちだけであの魔帝ボイドダークを倒すなんて無理だったんすよ。自ら手を汚すのは主義に反しますけれど、かくなる上は我が魔王儀マガンノ・バロールの力で。ちょっとそこのあなた、一体何をしていらっしゃるの？見ての通り飯を食って、千年を生きたロードドラゴンの胸には、その卵で作ったふんわり小竜親子丼が。うまいぞ。さてと、腹ごしらえは済んだ。こいつらを片付けるとするか。
一人でロスト軍の一個小隊を全滅させるなんて。見つけましたわ、私の王子様。第1話、復讐のプレリュード。ちょっとお待ちになって。もうキリア様ってば。一体どれほど歩いたとお思いになって。この不毛な活血魔界を1時間も歩きっぱなしですわよ。これでは足がコカトリスに石化されたおまぬけなゴルゴンのようにカチンコチンになってしまいますわ。セラフィーヌ様は一歩たりともご自分の足で歩いてないっすけどね。おだまり。休みたければ好きなだけ休め。俺は行く。キリア様ったらひどい。こんな場所で私を一人ぼっちにする気ですの？お前が勝手についてきたんだ。違いますわ。キリア様が勝手に私をロストから助けてくださったのです。ならば最後まで責任を持つべきですわ。むちゃくちゃな理屈だな。付き合いきれん。何を。ほら、この程度の攻撃もかわせない。キリア様も相当お疲れなんですよ。これ以上無理をすれば魔帝ボイドダークを倒すどころかもたれ死にますわよ。このゲートは私がプライベートで使っているミニ魔界につながっていますのよ。さあブリニーたち、キリア様をご案内なさい。おほほほほほほ。すべての男はこの絢爛魔界の魔王セラフィーヌの手のひらの上で踊る宿命にあるのですわ。
Thank you.
私の名前を言ってみな。待遇の改善を要求するっす。当然の結果っすよ。たこ焼き。お前たち、俺様を怒らせたの？君の記録を見ていくかい？
スカウトするか。よし。クイーン紹介へようこそ。向かおすか。ミニ魔界の居心地はいかがです、キリア様。お気に召しまして。俺はこんなところでのんびりしている暇はないのだが。あら、戦闘中にのんびりお食事するような方が何をおっしゃいますの。あれはその、なんだ。
腹が減っては戦はできぬというやつだ。ヒリア様って見かけによらず食いしん坊ですのね。まあ強ければ何でもいいですけど、このミニ魔界はいわばキリア様と私の愛の巣、遠慮なく。